はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では、This is the Police 161日目、続きをプレイしていきたいと思います。弾を取ろうとした男性消死、どんな状況なんでしょうね。小規模地震が街で発生、有名マジシャンローレンツォ・トレンティーノがフリーバーグを訪問というところで、まあ、割かし平和そうな内容かなとは思います。ゲイ全然働かないな。レイグッドも酒飲みだな最近ね。まあ、ただ今日はダブルゲイが2人とも欠勤っていうわけじゃないですね。休暇っていうわけじゃないですね。ギャングメンバーですね。アーロン・ハバーが実は教会というギャングのメンバーだったことが判明。彼を情報提供者として雇えばギャングを撲滅するのに役立つだろう。ゲイを。マーティン・ステッド。容疑者が全てを否定している。ボスを捕らえるには、こいつにですね、こやつでもまあ、なんとなく出ますけど、無理やりでも吐かせればと。どうしようかな。まあ、実行しましょう。吐かせましょう。尋問する。容疑者の経歴を用意。この情報があれば彼の弱点を見つけ出し尋問の際に利用できるだろう。質問は慎重に行うように。何度も間違った場合容疑者は協力を拒むことになるだろう。そうなれば尋問自体を諦めるか、もしくはもっと過激な方法で吐かせるしかない。じゃあちょっと読み込んでいきましょうか。アーロン・ハバー31歳。僕より若いのか。なんか老けて見えるんだけどな。検視医療情報。彼は生まれつき部分的な難聴を抱えていました。そしてそれに対する強引で過剰な治療のせいで聴覚が異常に敏感になってしまったのです。彼のパニック発作は子供時代のトラウマや厳しい生活環境が原因であり、さらに耐熱性に関しても深刻な生理的問題を抱えています。どんな問題なんだろう。耐熱性に強いのか弱いのか。まあ弱いんでしょうね。追加情報です。オーストリアのベルトヒルツドルフで生まれた彼は8歳の時に母親と共に父の元から逃げ出した。父は3年にわたって彼に性的虐待を与えていた。それからの6年間彼は古い家の屋根裏部屋で劣悪な環境の中で暮らすこととなり、熱射病で何度も病院に担ぎ込まれたりした。16歳の時にやっと母親がまともな職に就き、小さな家に引っ越すことができた。学校のカウンセラーによれば彼は静かな子供だった。同級生特に女子から注目されることがなく、悲しいなぁ。いやこれ本当に悲しいよ。孤立していたという。18歳になると彼は軍隊に入り、そこで宗教に興味を持つようになった。除隊後はカトリック系の神学校に入り、その後の人生を神に捧げる決意をした。28歳で神父になったが、ドラッグは悪魔のいざないというスローガンを掲げて行ったデモで乱闘が発生。たくさんの逮捕者が出てしまい、それが原因で全てを失いかけた。なるほど。アーロン・ハバー、あんたは小さい男の子が好きか。これダメだよね。小さい子はあんな風に扱うなんてあんたにモラルってもんはないのか。うん、俺も神は信じている。ああいう固定概念なもんは苦手だ。あんたは本当は小児性愛者なんかじゃないんだろ。どれがいいんだろう、全然わかんねえな。もう一回プロフィール見る。これ性的虐待したんですよね、アーロン・ハパーは。で自分もやっちゃったわけでしょ。まあだから本当はそんなんじゃないんだろ。当たり前です。神はすべてをご存知です。私が嘘を言っていないこともね、もう帰っていいですか。あんたは小さな男の子が好きかに変えてみよう。違う、誤解なんだ。なるほど。母親といろいろあったんだな。そうだろう。小さな男の子に対する興味を持ったのは父親の影響なんだろう。このおぞましい写真を警察が見つけやすい場所にわざ置いていくとはよほどあんたに恨みがあったんでしょうね。まあ母親といろいろあったんだろうだな。母のことを持ち出すな。私がまともに暮らせるよう身を粉にして働いてくれたんだ。まあそうだよね。自白する気はないと。こうなったら事件の解決を諦めるか、規則を破って力ずくで奴に吐かせるしかない。後者を選んだ場合、後でトラブルになる可能性も十分ある。万が一それで自白が取れたとしても何らかの処分は免れないだろうと。尋問終了しよう。ギャングの捜査は終わってしまうか。いやー、じゃあ尋問だな。尋問しよう。もう残り20日間だからな。
うわ、怖っ。マジか。被害者の経歴をよく見るんで、奴のことをよく知れば必ず弱点がわかるはずだ。体を痛めつけずに精神的に痛めつけろ。もし失敗した場合は何とか死なせないように努力はするが、二度目は約束できない。マジか。殺さないように何かしなきゃいけないの？どうする？まあ肉体的苦痛を与える拷問、まあラジエーターは熱を使った拷問、まあ熱を使った拷問だろう。まずは すんげえ叫び声が聞こえてきてるな。めっちゃくちゃ減ったけど。で、暗闇の拷問、ノイズで苦しめよう。スピーカーで敏感なんでしょ、だって聴覚に。うわーってなるんじゃないの。おー、一気に精神的ダメージを与えたね。ジョセフ・コステロは麻薬を隠すため夜間にこっそり教会を訪れるんで、知ってることは何でも話すよと。よーし、これでジョセフ・コステロの捜査を開始しよう。麻薬取引を行っていると、まあここはラケットにポーター2人とも派遣して捜査を開始だな。ちょっと2人しかいないっていうのね、ここで警官をもうちょっと、刑事をもうちょっと取っておけばよかったかなって感じもしますけど。さて、評論好きなアーティストであるドゥルー・ボグナダビッチは酒に酔ってしまい、裸でふらつきながら道を歩いている。手にはリボルバーを持っている。リボルバー持っちゃダメだよね。じゃあここはバーディーに、バンダル、まあ、バンダルもね一人前になってきましたからね、ようやく。ただここはさらにフランコ、エリス、クマドリも育てていかないとな。残りは短いですけど。じゃあ視聴者の方に行って、警官を増やしてもらい、刑事も増やしてもらおう。ボイドさん、ガソリンですね。僕はここでガソリンスタンドを営んでいるものだが、名前は伏せておきたい。実はクライアントの一人が大量の廃屋ガソリンを必要としている。困ったことに彼は指名手配者だ。しかも普通のガソリンスタンドでタンクローリーを満タンにするのは無理だ。警察の車両は廃屋ガソリンを使っていると聞く。それをいただくことはできないだろうか。代わりに燃料はもちろん提供する。そちらの車両に合うはずだ。乗っていて違いに気づくこともない。もちろんお礼の謝礼ももらえると。全然いいよ、それなりの額になったしね。凶器を用いた暴行事件ですね。支配人は時間にだらしない従業員を厳しく注意。その男は逆上し、家畜銃を手に取ると支配人を食肉処理場の周りで追いかけました。まあ、逆切れってやつだね。じゃあここはエリスにゲイ、2人に行ってもらおう。ちょっと能力的に心配な2人ですけどね。何、なんで市民に死亡が出てるんだ。このコンビはダメだったか。薬物所持の捜査が始まってますね。よし、バリバリ頑張ってもらおう。何、エリスが死んでるし、どういうことだよな。ちょっとまずいな。ビートバスターズダンススタジオ。細身の若い女たちが中年の太った女性がバレエをしているのを見てクスクス笑っていた。女性は激怒し若い女たちに襲いかかった。ダンススタジオのオーナーは電話口で怯えていた。壁紙が全部割られてしまいそうと。じゃあここは太った女性バーディーに行ってもらいましょう。それにメガネっ子のマイリー。まさかエリスが死ぬとはな。早かったな、エリスの死。4人の警官出さなきゃいけないのこれ。ジャック、町の複数の場所で、下水道が溢れている。手を尽くしたが道路はクソまみれだ。今のところ問題はゲットー地区内で収まっているが、下水管がいつまで持つかわからない。警官の修理を手伝ってくれなければ町はクソまみれになるだろう。これは文字通り汚い仕事だ。君の部下たちは嫌がるだろう。だがこういう緊急時に備えて視聴者から金をもらっている。それを使って部下たちにボーナスを払ってやればいい。町を救ってくれ。なるほど。じゃあここは下位2人、いや4人も送んなきゃいけないの、しょうがないな。すぐ戻ってきてね。キブサソンゲームセンターですね。12秒以内に誰か帰ってこれる？ゲイが帰ってきたね。ゲームセンター2000。野球のバットを持った2人の男はゲームセンターに入ってくると、ギャンブルは悪魔のゲームだと叫びながら全てのマシンを破壊し始めた。レジ係、男の1人がベルト部分にレボルバーを持っているのを見たと。
じゃあここはフロリドにゲイで、スワットチームも出そう。リボルバー持ってる事件でさっきエリスが死にましたからね。ビートバスターズダンススタジオ、これは太った女性をクスクス笑った事件ですが、これダメだ、遅れない。まあバーディーがうまくさばいてくれたって感じかな。自動車強盗未遂事件ですね。さらには破壊行為もある。んー、どうだこれ、警官が間に合うかどうかだな。クソにまみれてパイプをいじる方法なんて警察学校で教ってません。次はもうごめんです。家に帰ってシャワー浴びます。全員クソまみれですからね。まあそうだよね、申し訳ない。よかった、こっちの方は自動車強盗未遂は合法ですね。じゃあ破壊行為の方法に行きましょう。年配の男性は年配の男性カップル、男同士でこれ、ゲイを派遣したいけどゲイはいないだ。近所に住む子供たちに不満を抱いている。まだガレージにゲイと落書きされた。今月に入ってこれで4回目。中が子供のいたずらだと分かっているが、ガレージを何回も塗り直さなきゃいけなくて迷惑だと。まあここはじゃあバーディーに参りに行ってもらうしかないんで、2人しかいませんからね。これもね、ちょっと追加で送れないんだよね。2人でなんとか解決してもらうしかないな。スワットチームもいるんで大丈夫でしょう。大丈夫だね。さあもう事件はいらないんだけど、あとは刑事事件の方の捜査もね、なかなか進展がないんですよね。まあ、バーディーとマイリーのコンビは大丈夫ですね。もう安心感があります。麻薬の取引か。フードをかぶった不審者がよく公園内をうろついていると目撃者から相談。その男が夜になると同じ場所に姿を現し、通行に麻薬を売っているらしい。まあこれもフロリドとゲイのコンビに行ってもらうしかないんで行ってもらいます。エリスが死んだのがここに来てやっぱ痛いな。コンビが固定化されちゃいますからね、戻ってきてすぐにってなると。視聴者からか。地元の高校は次々と発生した犯罪に色めき立っている。誰かが高校に出向いてドラッグの権威性と犯罪者の人生がどんなに惨めなのかについて、抗議をしてほしいと。いやー行きたいんだけどね、警官がいないんだわ。警官がいればね、ぜひとも協力したい内容なんですけど。薬物所持の方は、新しい写真を3枚入手してるか。ちょっと枚数が足りなすぎるんで、これはちょっとまた今度にしましょう。で、暴行事件の方は、これもまだちょっと捜査は無理だよね。少なすぎるもんね。誘拐の方なんだよね、誘拐。これ、まだ写真足りないんだよな。まだ足りないんだよね。もうちょっとね、証拠写真集めてきてほしいんだけど。一応見てみる？そしたら誘拐事件の方、これ以上なんかそもそも集められないっていう説もあるしな。アリックスの父親は離婚していますが、彼から親権を求められて訴えられているっていう話だよね。いやこれまだなんだよね、まだなんですよ。ちょっと待ちましょう。刑事の担当を変えたりしたらなんかね、好転したりするんでしょうかね。はい、というわけで161日目プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き162日目プレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。